職質確定、夜回りの米倉です。というわけで今回も、深夜徘徊頑張っていきたいなと思うんですけれども、だから、ね、深夜徘徊というより4時5時とかじゃない今で、学校に行かなきゃいけないって、あれ猫猫猫、黒猫かと思ったらたくさん猫がいる。なんだろうこれ、こんなところに小さなメモが落ちてる。子供っぽい汚い字で、え、夜に犬の散歩をしてた時、道の真ん中にぐるぐる巻きの影がいて、慌てて逃げ帰ったんだ。あれが噂の小鳥だったのかも。って書いてある。なんかこの街には、名前なんだっけな。でもチャコしか出てこない。麦だ。ああ！びっくりした。待って、スライド移動してる。猫が追いかけてってる。白い猫が。今の子は、雲長。うわあ、これ怖くない？やっぱさ、なんか二足歩行というか、人型が結局怖いよ。え、なんか指輪が落ちてる。ずっと見てる。なんかカメラが気持ちアップされてる。あれ？動かない？動かない？あ、なんだ？令和の時代の人じゃないでしょ？ぬくもりを感じてそう。なんだろうこれ。指輪か、ブレスレットか。古い指輪だ。これについて、何か思い出せるかも。指輪。どれ？古くて汚れた指輪。ちょっと歪んでしまってて、指にはめるのは難しそう。街で偶然見かけた。交番に届けよう指輪は。時代背景としてこれいつの時代なんだろう。街並みさ、結構古めかしい。うわ、出た。でも、あいつらがいるってことは、多分その先に何かがあるんじゃないかなと。怖い。脈打つ、巻き。コーチ、先会ってくれよ、頼むから、マジで。よし。うわ。あ、ネズミのチューちゃん。チューちゃんがいた。かわいいね、マウス。カタ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 。小川だ。ちょっと待って。おーい！目閉じよう。この目閉じた時さ、あの編集上では音量設定できますけど、めっちゃね、響くの。頭に響く声を出すって感じ。赤ちゃんが2体通っていきました。あ、チュー。そっち行ったべ。うわぁ、航空街じゃん。おい。ねじれ影、あれ言ってたやつか。もう先が思いやられんな。マジでどこ行ったらいいんだ。いや、学校ってのは分かってるんだけど。ちょっと待ってよ、これ地図じゃね。頼むよ。やった、現在地。学校が、なるほど。いや、でもさ、こっから下行って、橋渡ってって感じだったら、これ地図拝借できないかい？できないっぽいね、絶対ね。スマホで撮れない？撮れないよね。こっち行って、橋があって、もうあとは西へ向かっていく感じで。オッケー？大丈夫。目さえ閉じていればね。ただこのドックンは非常にこの心の金銭を揺さぶりますよね。もうソロポーチ開けていいと思う。なんだ、え、ちょ、男の子。分かった。何か通ってる。橋を探しています。さっきのところ。あれ、ちょっと怖い。猛スピードで駆け抜けていきました。こっち橋あるとありがたいんだが。ある。学校行けますよ、なんだかんだ。
パート3にして本格的な町探索夜回り始まったなって感じですけれども、なんか敵の量さ、敵って言っていいかわからないけど、幽霊のお化けの数が尋常じゃないような気がする。あ？野犬。そっち、テケテケ。なんか小さい動物よく見かけるよ。カラスはまだあれにしても。ここは？看板に張り紙。ん？餌はね、ないからね、そもそも。10円玉くらい、ああ？動きませんよ、動きませんよ、動きませんよ。ついてっても学校つかないからこっちに行くよ。あっ、あれ、の、こ、立ち悪い方と、ああ、止まっ。これはまずいね。まずいね。行ったり来たりだ。ああ、また戻ってくるよ、戻ってくるよ。来た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 。で、向こう行った時に目開けて、すかさず帰ろう。よし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 。学校はこっちじゃない？ねえ。なんかシャカ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 言ってる。シャカシャカ言ってる。ソロボチつきそう。フェンスか。え？何これ、線路？え？いやでもこっち行っていいのか。多分ね、学校こっちだと思う。シャコシャコ言って、あ。命を借り取る形してる。ずっと立ち往生してんのか？迷惑、非常に迷惑。そのやめて、その金切り音、動けや。音だけつらい。音うるさい、音うるさい。いやー、頭おかしくなる。ちょ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 、もう通る通るから、通るからね。通るちゃん、通るちゃん、行くよ。階段ありますけど、多分こっち。もうこれで合ってなかったらさ、もうマジ悪夢よ、本当に。頼むべ。開けてますよ、結構。地図！地図！なんか、左上、なんかもや。現在地。あ！来たね。頑張った、甲斐あった。もうこっち右に行ったら学校っぽいっすよ。何もないでくれよ、頼むから。お地蔵さんも見かけませんよ。数も減ってるような気がする。そんな気がする。ん？セミか。びっくりして、なるほど。心拍数が上がるんだ。なんか聞こえますからね。弱いやつは食われる。びっくりした。排水溝のような音すんな。ちょっとやめてや。こういいルートを発見しまして、なんか全然敵いないルートをさ、辿って、最短で学校まで辿り着く。てか学校、あ、なんかいる。フィジカル先輩がいたらもう終わりなんだけど。こう小石めちゃくちゃあるから、小石投げて、どうにかできないかなって思うけど、あ、来ないよ、来ないよ。大丈夫っぽいよ。来たよ。懐中電灯消すのも大事だからね。
行くよ。ガコ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 、芝生芝生、大きな芝生、危ないじゃん。芝生に足を取られました。しょうがないもんね。あの人も多分シリーズ解禁賞のような気がするんですよね。ここ足取られるよ、気をつけんかい、マジで。ちょっとギリギリのところ、ここでね。え、これも切ろう。あい、全然わからない、全然わからない。一応ちょっと、いいよ、行くよ、行くよ、行くよ。あーしろ、よし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 。つけて、ボツボツ学校では、あ、お地蔵さんないかな、そばに。お地蔵さん。お嬢さんとかないですかね。こんなところに張り紙。校舎東側のフェンスは夏休み中に回収予定。危険なので手を触れないように。東側のフェンス。え、ということは正門開いてない？てかそれもそうか。校門開いてたらおかしいもんね。とりあえず学校です。あ、です。なんかいた。東側っつうことは、多分この張り紙があるところから見て東側、こっちなんじゃない？相手できないって話？ちょっとね、学校への侵入、ごめんなさい、もう一回だけ言いまして、東側でしょ？東側って一瞬見えました。こっちじゃ行ってみる？あ、なんかでも見やすい。お地蔵さんがね、行方不明なの。やばい人いた。怖。赤いもやに近づきすぎると死が訪れます。気をつけましょう。この音が不安を誘うね。さすがやね。こっち階段ではやっぱりな。見逃しません、見逃しません。一旦影に入ったらもうすぐさま走りますよ。いいね。ゴー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 。ここは開かないか。頼むよ。ああ。くそ。Do as infinite ってきました。深い森です。セミ、気をつけてもセミ。あ、くるくるくる、ごご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 ご、ここだ。あ、お地蔵さん。フェンスに穴が開いてる。頑張れば通ろう。もう二択出る暇もないだろう。通るしかねえべ。はい、順位でもたくさんあるからね。お金持ち、よっしゃー、セーブ。一安心ですね。え？ファーストトラベル？そんなこともありましたね。まあ、しかし、目的地の、あ、どうした？ここの窓開けっぱなしだ。中に入れそうだけど。もうさ、ビジュアルが二等身だから。壊れたフェンスはくぐり抜けられるかもしれんが、ちょっと高くて届かないや。ちょっとどころじゃないだろう。倉庫に使えるものがあるかもしれない。これなんだろう。10円だ。リアルバイクが通り過ぎ、花壇。倉庫ってどこだろう。このさ、花壇のそばにあるって寸法か。あえてね、ちょっと本筋ではなさそうなところをちょっと探索してみます。静かなもんですね、学校。さすがにこんなところに倉庫はないのか？いや、なんか今危なかった気がする。何かがいるような気配。え？これは、飼育小屋か何かかな？ミスったか。で、なんもなさそう。ここあれじゃね？こっち側から、あれ？鍵を開ける。そう。いいね。開けました。じゃあ一回戻って倉庫を探しましょう。
やっぱこっちか。そらね、そうだよね。これは多分玄関だろう。開くわけないさね。開かない。てかなんかちょっと見え方なだけかもしれないけど、錆びれてない？学校、校舎、水飲み場だ。静かなもんですよ学校。なんか落ち着くな、むしろ。でも倉庫がどこにあるかだけぐらい今回ちょっと見定めときたいですよね。どこだろう。結構闇雲。ん？お地蔵さんがある。こっちかな。でも何も敵現れないな。え？ちょっと待って。なんかね、音が聞こえるから。で、こっちに、隅に、そうです。お地蔵さんがありましたんで、ちょっと開けときましょう。いいよ。グラウンドってことはよ、倉庫も近くにねえかい。これなんだ？勝手に動いてます、これ今。ノートの切れ端。読んでみよう。学校の七不思議って聞いたことある？対処法を知っとかないとお化けに会った時に殺されちゃうんだって。うちの学校にも七不思議ってあるの。僕にも教えてよ。LINE みたいになってるんだけど。一つ目の噂はね、真夜中に学校に入るとのっぺらぼうの大男に首を切り裂かれるんだ。それって本当なの？で、あったらどうすればいい？どっかに逃げ込むしかないね。そうだよね。誰かと誰かの交換日記かな。もうね、役に立つようで立ってない。そら逃げ、あ！ごめんなさい。主人公じゃもう怒ったみたい。米倉。倉庫はどこ？え？ちょっと待って。なんか音聞こえるよ。ガン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 聞こえるよ。臆せず行くよ。え？え？これ倉庫じゃね？ちょっと、あ、あ、キャタツ、あ、これキャタツだ！キャタツだ！キャタツだ！キャタツってこれあれだ。なるほど。窓から入るんだ。ここが倉庫だったんだ。で、え？ちょっとやめて。やめてやめてやめて。なんか音近いよ。これ運んでる音じゃないでしょ？ちょっとやめてよ。動かない。ちょっと。何してんの？早く行こうよ。うん。誰かいるの？話しかけちゃいけないって。ああ！あ、キャタツどっか行く？どっか隠れないといけないっぽいから、あ、右落ち着こう。あ、深呼吸しよう。あ、音消えた。バーカ。あ、なに、これチャリンコ置き場？なんだ、音消えたぜ。小石も拾ったべ。諦めが早えな。大層のなりしてましたよ。もう一回拾って、あれだけさ、どうにかしとこうよ。この宿題さ、酔い腰したくないわ。これちょっと、握ったままやらないといけないし、これ持ってたら走れないというさ、あと一回ぐらいは確実に出てきそうだよねっていう、もう、はぁ、勘弁してほしいわ。そんな音も立ててないし、引かれたってす、あ、置いても、置いて逃げよう、逃げよう、逃げよう、逃げよう。気をつけましょう、気をつけましょう。おすけよ。なくなったか。なんかそんな、あれだね、絶対殺すマンって感じの勢いは感じないよね。まあ、ついでにっていうような。視界に入ったら何とかしてやるぐらいの、そんなやる気のなさを感じた。そこまで殺意満々じゃないぜ。こっちそば。行ってるそばからもう一回来たんで、まあもうないでしょう。
もう近いよ。フラグー。結構くるっと回ろう。貫通して、オブジェクトを貫通してきたら終了。消そう。のっぺらぼうってそもそももう顔を見せてもくれないからね。目つぶると、ちょ、嘘だろ嘘だろ、やめ、嘘だろ、お話がちげえよ。3度目の襲来。これはね、僕たちオブジェクトは貫通してこないと鷹をくくり、どうにかくるっと巻こうとしたのがさっき命取り。あ、音消えた、早っ。なんで、飽き性っぽいっすね。どうやらめんどくさくなりがち。でもここ越えたらもうないと思うよ、こっちね。一人この小学生がさ、おそらく脚立持って深夜の学校で何かしようとしてるって、もう泣けてくるんだけど。ここだ、あ、そうだ、もうやめたってくれよもう。ああ、ちょっと待て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 、出よ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 、出たらええがな、出たらええ、出たらええ、そう通ろう通ろう、素晴らしいね。追ってくるのかな、領域が、あ、うるさい、追ってる場合かな。あ、学校出るのが唯一の道だった。なんかね、急いで脚立持ってあのまま強行突入しようって一瞬考えたんですよ。絶対無理くさくねえと思って。よかった、さすがにもう追ってこないだろう。これ持ってじゃあ脚立で、もう命かけたぜ、何かあってくれないと困るよ、頼むぜ。おお、なんじゃここ。塩素ぶちまかれた？カピカピなんですけど。え？いつもの学校と全然違う。何か大切なことを思い出せるといいんだけど。ちょっと、カピカピです、これは。というわけで、次回このカピカピ学校探索編が始まります。どうぞよろしくお願いします。夜道には気をつけてください。それではおやすみなさい。